今から地獄の24時間バス移動ですね。初めてですね。多分この YouTube を見てる人は総称ランドのファンのちびっ子たちが見てると思うんで、今後世界に行くちびっ子たちもねいると思うんで言うんですけど、長距離移動の時はもうご飯は食わん方がいいですね。あの飯食えるか食えないかは分からないですけど、泊まるか泊まらないかは知らないですけど、まだ空腹はいいんですよ。1日くらい飯食わんくても死なないんで。でも飯食ってトイレ休憩があるかないか分からないんですよ。だから飯食わんくても、1日くらい食わんくても死にはしないですけど、もしおしっことかうんこ行きたくなって、それで万が一限界通り越して漏らしてもうたら、もうそれは実質 C ですからね。それは実質 C ですよ。他の乗客にあのジャパニーズ漏らしよったでって、そのまま何時間も一緒に動かないといけないっていうのはもう地獄ですよ。それはもう実質 C ですよ。無事ラオスに入ったんですかね。なんか今までで一番適当な入国審査やったけど、まだキープ、ラオスのお金交換してないんですけど、タイバーツが使えました。うまい。めっちゃうまいわ、ラオスのご飯。世界9カ国目ラオスに到着しましたが、まだネットも繋がらへんし、ラオスのお金キープも持ってないんで、まず両替と SIM カードを買わないといけないですね。そして今日の宿も、それからどこ泊まるか見ないといけないんで、ちょっとやらないといけないことだらけですわ。まずは両替です。一つお金の両替っていうミッションはコンプリートしました。パスポートの時もそうやったんですけど、
なんか当たり前のように抜かしてくるやつおるから、なんかもう一直線に並ぶっていうことができないんでしょうね。なんかもう横に行こうとするんですよ。僕が間違ってんのかな、これ。普通に抜かそうとしてくるやつおるから毎回腹立ってますね。僕の感覚がおかしいんかな。次、SIM カードを買います。How many days? One week? How many days? 一応ネットつながって今日泊まるゲストハウスも予約したんですが、こっから10キロくらい離れてますね。歩くこともできるんですけど、もしタクシーが声かけてきて値段交渉していい感じやったらタクシー乗ろうかなって思います。How is 100? 100? Yes. Yeah. It's safe. Okay. Thank you. ちょっと一人では贅沢すぎる。タクシーなのかよくわからんけど乗ってます。ラオスは人口が700万人くらい、ベトナムとかタイは1億人近くいるんですけど、で日本からの直通便がないんですよ。だから観光客もね、他の東南アジアの地域に比べたらわざわざ行く人少ないと思ってて、僕もハノイにいる時に香港行こうかラオス行こうか迷ったんですけど、でもこのタイミングで直通便がないからさ、このタイミングでラオスに行っとかな、多分一生行くことないやろなと思って、香港とかは多分この先何回もトランジットとかで行くような気するんですよね。だから本当にラオスに何があるんだっていう本が、小説が出るくらい本当にラオスに何があんねんっていう感じなんですけど、とりあえずラオスに行きました。なんでベトナムとかタイみたいにクラブがないんですよ。まあ、昔はなかったんですけど、だから結構ドライバーと値段交渉しないといけなくて、ここか、なかなか綺麗めや。一応ドミトリーですけど、どうやら他のお客さんはいなさそうなんで一人部屋ですね。なかなかラオス英語話せる人が少ないんで、さっきのオーナーは貴重ですよ。ああやって英語話せる人は、日本と同じでラオスも英語が下手って聞きますからね。いやー、ちょっと靴磨きできるかどうかわからないですけど、なんかおもろそうな雰囲気は出てますね。そんなに長居しないですけどね、多分1週間か、まあいても10日くらいやと思うんですけど、逆に長居しすぎずにやることやったらタイに行って最後のインドに備えたいなと思います。楽しんでいきましょう。